大丈夫かな。マジで。どれ全かな。多分いけてる。はい。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。3日前、6回オナニーしたくるぶしです。そんな6回のうち2回はサナちゃんでした。ちょ待って、サナサナちゃんで久しく抜いてないけどお久しぶりです。もう顔も覚えてね確かによろしくお願いします。はい、本日はですね、東京オリンピックだ、まあ、炎上することが多いじゃないですか。もうね、くるちゃんが都知事になったらいいですみんなもう青缶 OK みたいな。ごめんね、キツノミナクルチョモチャンネルで最近ちょっと一個炎上してるものがあって、すっげーな、みんなほんまねえ、ほんとですよね。燃えろよ燃えろよ炎よ燃えろ。ごめんね、懐かしい。ちょっとこれは果たして炎上するものなのか、ちょっと判定してみたいなっていうものがあって。なるほどね。あ、みんなちょっと騒ぎすぎちゃうかっていうことか、うん、そうなんです、うん、早速それをご紹介します。それがこちらです。はい、クシュクシュ。ファッションセンター島村で炎上中、 Xバズバズグリーブないこれは炎上です。アナルに入れたエネマグラこの状態だけですから、まだ見てると島村で少しでも卑猥な匂いをさせてはいけません。そうね、なんかファミリーなあったかい楽しいっていう感じじゃない。そうだって島村ひらがないで。そうだねこれ今ネットニュースになってて、うん、島村がやばいと、とんでもないもの売ってると、うん、写真とかも見たんですけど、うん、実際ちょっと買ってみて、うん、どんなもんなのか開けてみたいと思います。はい、はい、それでは行きましょう。はい、レッツゴー。早速開けましょうか。これお値段がね、490円。税込みで539円。ちなみに、M と L しかもうなくて、炎上で売れてんのかちょっとわかんないですけど、俺ちょっと LL が良かったんですけど、L しかなくて、金しかなかったしかに。これマジ履かないよね、普段。金のブリーフって履くやばいよね、もう。色だけで炎上せえって感じ。そう、本当だよね。よう見たらこれ、トラトラみたいな感じ。あー、なんかその模様がね。そうね。わかりにくいけど、わかるかな。わかるかな。こんな感じです、うん。早速開けてみましょうか。はい。はい。うぇーい瀬戸さんみたいな。あー、なるほど。チョモちゃんはそもそも何があんの？いや、ちょっと待って。うん。いや、X だわ。X?X ジャンプ。そうそう。てれ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 。顔だけにそうだったごめんね。すごいスポブラみたいだね。いやーほんまによね、こういうことですよね逆にヘッドギアみたいなねいいかもしれない。今日チョモちゃん大阪から帰ってきたばっかですいいじゃん、似合うね。なんか、うん、こんな感じかな。可愛いね、逆になんかいいね。それでライブしたらいいじゃあクルチョモでライブするときは2人でこれ買ってライブしようか今度。そうね、後ろやばない。でもほらこの感じ。そうね、ここがお尻の線で、うんうん、お尻のほっぺが出てるみたいな感じ。そうそうそうね。なるほど、すごいね、うん、これどういう気持ちで販売し始めたんですか。じゃあこれ早速どこまで映せるかわかんないけど、うん、履いてみます。あの履き心地なんかね、うん、そうね、はい、オッケー、それでいきましょう。はい、履いてみました実際に、うん、履いてます。どうです？俺そもそも普段ボクサーパンツなんですよ。はい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 。だからピタッとしてるものに対しては、うん、違和感とか全然ない方なんよ、トランクスじゃないから、うん、はい。ただ、うん、なんやろ、ブリーフを履くのは小学生ぶり、うん、ああそうね。さらにそのブリーフから布地面積を小さくしていくと、うん、あ、こんな感じなのねっていう。ああそうね、うん、確かにパンツを履いているっていう感覚じゃないかも。そうで、うん、あ、そう、確かに新しい感じはするわ、うん、まあでもちょっとやっぱ見せられへんよねこれ。ちょっとあのマジで NG かもしれないから、うんうん、残念ながらこの下はね見せられないんですけども、新しい刺激を求めてる方とか、うん、ボケしてみたいなっていう方はもしかしたらね、うん、いいのかもしれない。そうはね、うん、あんまりさワイのワイのとそんな炎上炎上言って、まあ、叩いたりせんとね、うん、
そうね、まあ、これも一つの島村のね新しい商品としてですね、うん、そうです、認めてあげたらいいと思いますよ、うん、本当に奥さんの趣味かもしれない、ね、そうそうそう、夫婦仲がもう倦怠期だったりとかマンネリしてる時とかに旦那さんとかにこれプレゼントしてあげて、うん、もしかしたら夜仲良くできるかもしれませんよね、知らんけど出ました、出ました、さっきまで大阪にいたからはい、本日はですねファッションセンター島村 X バックブリーフ炎上するものなのか、検証してみた、お送りしました、はい、ありがとうございます。サナちゃん履いてはい、オッケー、いや、いいんじゃないですか、これはいい。